準備できたよ。うん、じゃ早速市街地行くか。リツ君誘わなくてよかったの？体調悪そうだったし、無理に付き合わせるのも悪いだろ。ちょっと俺たちを置いていくつもり？泉さん、俺に黙って行かないでよね。マー君は俺のお世話係なんだから。